はい、こんにちは、まさひろ TV です。今日はあいにくの天気、ちょっとどんより曇り空、雨が降りそうなんですが、今日はですね、やはり食べ放題のお店といえばこのお店は避けて通れないと思い、今日は子供たちのテーマパーク、焼肉のワンダーランド、スタミナ太郎トステンさんにお伺いしました。それでは早速行ってみよう。
それではこういう感じで撮ってきました。ですね、お寿司はですね、今このご時世なので全て、注文になります。前までは、ビュッフェスタイルで撮って自分の好きなものをお皿に取ってくることができたんですけど、今は紙に書いて注文になります。イカ、マグロ、エビ、サーモン、納豆、軍艦と卵ですね。お肉はですね、こんな感じで取ってきてます。カルビスープ、ナポリタンと、メンチカツですね。味噌もつ鍋、それとこれが、牛ホルモンと牛ホルモンのやつですね。それと、薄いすき焼きタイプのやつですね。赤身の肉も入ってます。あとは合成肉、ウインナー、カルビ、キムチ、唐揚げ、グリーンサラダみたいな感じで、最高な感じで取ってきてます。はい、それでは早速はい、いただきます。あ、先ほどちょっと言い間違えましたが、牛ホルモンとマルチョウですね。マルチョウがランチで食べれるというのはすごくありがたいことです。はい、はい、こんな感じでチョイスしてきました。アイスが5種類、あとはシュークリームとかソフトクリームとかケーキとかが上に乗っております。どうぞ食べてちょうだい。ごちそうさまでした。それでは次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。歯ごたえあるお肉でした。めっちゃ歯ごたえあった。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご意見、コメントなどもお待ちしております。高評価、チャンネル登録もしていただけると励みになります。次回の動画もお楽しみに。